皆さん、こんにちは。慶応義塾大学の青木と申します。今回ですね、O プラス E の2022年5、6月号の特集につきまして、そのポイントをですね、簡単に紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今回の特集では、SDGs のためのセンシング技術の第3弾ということになりまして、特に、あの、近年注目されている、まあ、さりげないセンシング技術、 による人や環境のモニタリングに焦点を当てったトピックスを集めてまいりました。光ですとか画像、音などを対象として、ユーザーに負担をかけずにですね、その存在を意識させることなく、動作して必要な情報をセンシングする,するような技術と、それらを SDGs に活用しているような事例を多く集めております。 SDGs につきましては、過去2回の特集でも取り上げてきましたけれども、まあ、今まさにですね、あの、SDGs に向けた活動をですね、行っているところ多数あるんですが、そういった活動を行わ日々行われている活動をですね、どういうふうにフォローして、レビューしてですね、その、目標達成に向けた取り組みを、 え、可視化したりですね、達成度を評価するかっていうところが注目されています。えー、まあ、今回法政大学の川久保先生にはですね、SDGs への取り組みのフォローアップとレビューの必要性というのと、まそれらを、あの、うまく実現するためのオンライン SDGs プラットフォームについて解説していただいております。 次はですね、スポーツなんですけれども、スポーツは様々な SDGs の項目と関連して重要な位置づけとなっています。 スポーツ活性化、することは、社会全体としてのですね、健康増進に、ま、あの、つながって、いくわけですので、ま、そういった観点、が、あの、ま、重要視されているということです。今回はですね、慶応義塾大学の、高武直彦先生にですね、スポーツと SDGs との、ま、関連性、について、 解説していただいております。特にですね、あの、の中で行われている、慶応キッズパフォーマンスアカデミーという、あの、活動ですね。これは、あの、えー、児童に、えっ、ー、と、GNSS ですね。まあ、高精度な、あの、GPS を、着用してもらって、まあ、様々な運動状態を計測して、 まあ、あの、それを、あの、ま、運動目標の設定ですとか、ま、改善とかモチベーションの維持につなげるといったですね、え、活動を精力的にえされてますので、ま、それをえ紹介していただいております。え、次にですね、ま、特に SDGs の中でも環境モニタリングとかですね、 社会活動のモニタリングに関する技術開発というのが、まあ、とても、あの、注目されているわけなんですけれども、今回はリッジアイのですね、牛久様に、この、環境モニタリング、AI を使った環境モニタリング、社会活動モニタリングに関する事例について紹介していただいています。具体的には人的災害ですとか自然災害、 とえ環境への影響を、えーまあ、あのそういう災害のあとのですねえ、フォローをえ衛星とかドローンのデータを使ってモニタリングするような技術ですとか、まあ、いろんな場面で人物の動きの,あの計測とかあのデータ化、可視化っていうのが、今、社会活動のモニタリングとして、まあ、重要になっていますけれども、まあ、そういった事例をですね、えー、たくさん取り上げていただいております。 でまた、あの、まあ、そういった技術をですね、えー、あの、開発する上での、まあ、持続可能性とかですね、あとは、素早くこう、キャッチアップして、あの、開発体制を維持するというような、あの、ところの重要性についても触れていただいております。 はい、えー。続きまして、えー、沖電機工業の増田さんにですね、えー、社会の大丈夫を作っていくというのが、今沖電気さんのあ、沖電機工業さんのですね、キーメッセージと。 え、されているんですけども、これも、あの、SDGs にも深く関連した、あの、重要課題っていうのを、えっと、7つ取り上げられていて、で、特に、まあ、沖天気さん、AI h 技術とものづくりの強みっていうのを持たれているので、え、それらを活かした、あの、SDGs 関連の研究開発事例につきまして、え、いくつか紹介をしていただいております。まあ、光とか画像とか音とか、本当に、あの、多様な媒体、 に対する独自のセンシング技術っていうのを、えー、持たれておられますので、まあ、その、えー、実用用事例というのが、えー、いくつか、えー、取り上げていただいておりますので、ぜひ注目をしてください。で最後になりますけれども、あのまあ、人の健康増進に関わる、まあ、医療のトピックスですけれども、えー、慶応義塾大学の三倉康恵先生にですね、えー、非接触で得られる BCG の信号から心拍情報を抽出して、 それを用いて睡眠状態の医療的な5段階判定っていうのを実現するようなアルゴリズム、手法について解説していただいております。まあこれもまさに、あの、さりげないですね、センシングの一例だと思います。人に非接触で睡眠状態を計測できる。まあ私もこういうウェアラブルのデバイスですね。で あの日々の睡眠を測ってますけれどもこういう接触式ではない非接触信号からですね心拍を抽出するとでそこからあの睡眠状態を判定するっていうあの非常にあの革新的なあの研究をされておりますので是非お楽しみいただければと思います。 まあ以上、あの、本特集ではですね、SDGs の目標達成のための、えー、まあ、様々なさりげないセンシング技術による人とか環境のモニタリング事例というのを紹介しております。まあ、合計、1、2、3、3回ですね、あの、SDGs 関連ということで、様々な 大学企業さんのですね、取り組みを紹介させていただきましたけれども、本当にあの、まあ、国内の,あの事例が多かったですけれども、もう本当に地球規模でそういった社会課題にですね、真摯に取り組まれているところがあの多いと思います。まあ、そういうい そた中で、あの、それをまあ技術的にどうやって解決するかっていうところに、まあ、非常に、えー、面白さもありますし、えー、まあ、注目、今後もですね、注目していきたいというところであります。まあ、そういったものだけではなくて、まあ、こういったものを我々、えっ、ー、と、読んでですね、知った上で、あの、まあ、そういった活動にですね、まあ、あの、個人個人がどういうふうに、あの、 対応できるかというところも非常にあの重要なところかと思いますので、まあこの本特集きっかけにですね考えていただくきっかけにでもですねなれば幸いでございます。はいそれでは特集の方をお楽しみください。以上です。